それではお待たせいたしました。皆さんこんにちは。ありがとうございます。本日はようこそ長井港水族館へお越しくださいました。これから早速このイベントを始めていくんですが、その前に一つだけ皆さんにお願いがあります。ベルガたち、ちょっと光に敏感な動物なので、皆様のカメラや携帯電話などのフラッシュは光らない設定での撮影にご協力よろしくお願いします。はい、さあそれでは早速始めましょう。私はですね、ベルーガの飼育係をしています高見です。今回解説を担当させていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ皆さん、ベルーガ今日初めて見たよというお客様いらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。ちょっと珍しい動物ですよね。実は日本の水族館にはベルーガという生き物4つの水族館にしかいません。はい、ちょっと珍しい動物ですので、まずベルーガについて少し紹介したいと思います。ベルーガ、先ほどからゆったりと泳いでいますが、体の色何色ですか？白。白、はい、ありがとうございます。大正解ですね。日本では白イルカとも呼ばれているように、体の色が白いことが最大の特徴です。はい、大人のベルーガたちはですね、白いんですが、実は子供は生まれた時はですね、濃い灰色をして生まれてきます。もっと黒に近いような色をして生まれてくるんですね。それが成長するに従って徐々に白くなっていきます。なぜ白いのかというと、ベルーガの住んでいる海に秘密があるんです。ベルーガたち野生では北極の周りの一年中氷の張ったような海に暮らしています。氷にですね、紛れて敵から身を守れるように体の色が白くなったのではないかと言われているんですね。はい、体全身がですね、灰色から白へ変わるには十数年かかると言われていますので、体の色を見ると、あ、白いからもう10歳以上だなということがよくわかりますよね。さあ、そしてベルーガたちの体型もちょっと特徴的ですね。決してスリムとは言えない、ちょっとずっくりとした体型をしています。お客様にはよく太ってるねとも言われるんですが、これがベルーガの標準的な体型です。決して太っているわけではありません。この体の周りは分厚い脂肪で覆われているんです。脂肪だけの層がですね、バームクーヘンのようにぐるっと体一周取り巻いているんですが、厚いところでは20センチもの厚みになるんです。はい、こんなに分厚い脂肪、なぜついているのかというとですね、ベルーガたちの住んでいる海はとっても寒いです。この分厚い脂肪がコートのような役割をしてくれているんですね。なので寒い海でも生きていくことができると言われているんです。さあ、そして背中にあるものがないのお気づきですか？はい、背中に背びれがありませんね。氷にですね、ぶつかって邪魔にならないように背びれがなくなったのではないかと言われているんですね。さあ、ベルーガたちはですね、北極というちょっと変わった環境で生きていくためにですね、体にいろいろと工夫がしてあるんですね。さあ、そんなベルーガなんですが、名古屋港水族館では、ね、現在5頭ベルーガが全部います、はい、全部で5頭いるんですね。そのうち今回このイベントに参加するのは2頭の大人のベルーガたちです。オスとメス1頭ずついるんですが、まずはですね、メスのベルーガにこちらにご挨拶にやってきてもらいたいと思います。はい、右手奥から登場しました。ここだよ。はい、到着です。名前をターニャと言います。こんにちは。はいわずかに首を振って皆様へお辞儀をしてくれています。はい、くるくる、はい、くるくる回ってくれていますね。パン。はい、ターニャと言います。ありがとう。ターニャ、ターニャはですね、推定年齢20歳ぐらいのベルーガです。はい、上のトレーナーに餌をもらいに帰ってきましたね。上のトレーナーと私はですね、電話でつながっていまして、上のトレーナーにご褒美の餌の魚をもらっているんですね。さあ、続いてはオスのベルーガ紹介したいと思います。はい、オスのベルーガは名前をホドイと言います。はい、ホドイ、ここだよ。はい、見つけてくれましたね。
はい、オスのベルーガホドイと言います。はい、ホドイはこれしかできません。はい、オスのベルーガホドイ推定年齢は37歳です。はい、とっても、はい、ベルーガの寿命というのもちょっとよく分かっていないところが多いんですが、だいたい最近のですね研究ででは70年ぐらい生きるんじゃないかとも言われているので、はい、まだ70年生きるとしたらまだ半分ぐらい折り返しぐらいですね。はい、ですが年を取っているのは確実ですので、ちょっと動きものんびりしているのが特徴ですね。さあ、ベルーガたちとても体が大きかったと思うんですが、この大きい体を維持するために名古屋港水族館では1日に20キロぐらい餌の魚を食べるんです。その餌の魚持ってきました。さあ、皆さんこれ何の魚だかご存知ですかね。はい、どうでしょうか、見たことありますか。これはちょっと大きなサイズかもしれません。お腹の中に数の子が入っていることがあります。はい、ニシンですね。はい、ニシンという魚です。さあ、そして2種類目、皆さんこれ見たことありますかね。きっと食べたことはあるんじゃないでしょうか。北の方でよく取れます。味ではないですね。ホーから始まります。はい、ホッケ大正解です。はい、ホッケという魚ですね。私たちがよく目にするのはもう開いてある状態をよく目にしますね。そして3種類目、こちら、これはですね見たことないかもしれません。サバではないですね。これ実はキュウリウオという魚で、匂いを嗅いでみると野菜のキュウリのような青臭い匂いがするんですね。私たちにはあまり馴染みはないですが、北の方に行くとですね結構馴染み深い魚だそうです。はい、さあ、そして4種類目、このひょろっと細長いの何だと思いますか。イワシ、ちょっと違いますね。サボこれはですね実はイカナゴという魚です。聞いたことありますかね。はい、この辺ではもう少し小さなものを取ってイカナゴの釘になんかにして食べることが多いそうですね。このイカナゴちょっとですね変わった性質があるんです。はい、実はですねイカナゴというのは英語ではサンドイール、砂のうなぎと呼ばれているんですが、はい、このようにですね、逆さまでしたね、砂の中に隠れる性質があるんですね。はい、砂の中に隠れていたり眠っていたりするんですね。魚というと泳いでいるイメージがありますが、このように砂の中に隠れる種類もいるんですね。このイカナゴなんですが、ベルガたち野生でもしっかりと食べていることが分かっています。砂の中に隠れているイカナゴをどうやって食べるのかというのを今日は見てもらいたいんですが、砂を用意するのは大変ですので実験装置を用意しました。はい、さあ、この透明の筒の中にイカナゴがたっぷりと入ってはいるんですが、直接イカナゴまで口が届きそうにありませんね。どうやってこのイカナゴを食べているのか、皆さんじっくり観察してみてください。はい、さあ、それではまずオスのベルーガホドイがこちらにやってきてくれます。ホドイの最後の出番になるかもしれませんので、皆さん見逃さないようにお願いします。あ、吸い込んでるという声が聞こえました。大正解ですね。ホドイ吸い込んでイカナゴを食べていました。しかしですね、吸い込むだけではないんですね。今わかりますか、口がハフハフと動いていますね。実は水をイカナゴに向かってビュッと吹きかけているんです。そして巻き上がったイカナゴを吸い込んで食べているんですね。はい、次はターニャがやってきてくれます。皆さん口元ご注目くださいね。今空気が出たので分かりやすかったですね。はい、
イカナゴに向けて水を勢いよく吹きかけて、そして舞い上がってきたところを吸い込んで食べているんですね。はい、口がよく動いていることがわかると思います。ベルーガの口、触ってみるとプルプルとしていてとっても柔らかいんです。この柔らかい筋肉がついた口をすぼめることでですね、勢いのいい水を吹くことができるんですね。はい、さあ、そしてですね、この口上手に動かすことで、はい、このように勢いよく水が出るんですが、一度に2リットルから3リットルぐらい水が出ていることが分かりました。はい、口もとっても大きいことが分かりますよね。こうやってですね、吸い込んで口に入ったイカナゴは丸飲みにして食べているんです。はい、ホダイがもう一回来てくれましたね。ハフハフとよく口を動かしてくれています。実際には野生にはこのような筒はありません。はい、実際ではですね、野生では砂の中に隠れているイカナゴに向かってビュッと水を吹きかけるんですね。そして驚いてイカナゴが飛び出てきます。そこを吸い込んで捕まえて食べていると言われているんですね。はい、ちょっと変わったベルーガたちの魚の捕まえ方を見てもらいました。はい、よく口が動いていたことが分かりましたよね。はい、このようにですね、野生では1匹ずつ魚を捕まえて食べていると言われているんです。はい、さあ、それではですね、ここからはベルーガの特技も披露していきたいと思います。先ほどよく動かしていた口を使ってですね、あの有名なバブルリングを作ることができます。それではですね、ターニャにバブルリング見せてもらいたいと思います。水面からですね、水面で口に空気を含んでふっと吹くんですね。そうすると泡のリング、バブルリングを作ることができます。さあ、右上からバブルリング出てきます。さあ、どうかな、よいしょ、さあ、どうでしょうか。ちょっとあわあわしちゃいましたね。もうちょっと綺麗なのができるので、もう一回やってもらいましょう。はい、さあ、同じようなところから来ますよ、よいしょ。あ、今度は勢いのいい綺麗なリングですね。はい、とても綺麗なリング作ってくれました。はい、いかがでしたか。あんまりちょっと見えにくかったと思うので、今度はガラスの前でバブルリング作ってもらいたいと思います。はい、さあ、それではターニャ頑張ってみようかな。ターニャここだよ。実はターニャお母さんベルーガでもあります。2007年にはですね、赤ちゃんを産んだお母さんベルーガでもあるんですね。はい、さあ、ターニャバブルリング頑張れるかな。もうちょっと下来ようか。皆さん一瞬ですのでカメラ構えてくださいね。よいしょ、おもう一回、よいしょ。はい、どうでしょうか。ちょっと分かりにくかったですかね。もう一回いきますよ、よいしょ。はい、綺麗でしたね、ありがとう、ターニャ。今ですね、頭の上から空気が出ていましたね。頭の上にある穴、鼻の穴なんですが、ここから空気を出して、それを吸い込んで吹き出すんですね。はい、ちょっと複雑な動きを今一瞬で行っていました。はい、口がですね、柔らかいので、あのようなバブルリングを作ることができるんですね。さあ、それではですね、今日はちょっと頑張ってもう1種類のバブルリングを作ってみたいと思います。はい、さあ、それではターニャもう1回頑張ろうね。実はターニャちょっと喜怒哀楽の激しいベルーガでして、はい、緊張してしまうとですね、あんまり綺麗にできないかもしれないんですが、綺麗にできた時は大きな拍手をお願いします。さあ、頑張るよターニャ、よいしょ、おお、もう一回、もう一回、綺麗でしたね、よいしょ。はい、空気なくなっちゃったかな。もう一回ラスト、はい、はい、最後ちょっと微妙でしたが、ありがとうさんにゃ。さあ、いかがでしたか。今鼻の穴から
接リンクを作ってくれましたね。あれはですね、頭の上にできることからちょっと天使の輪っかに見えませんでした。私たちはエンジェルリングと呼んでいます。はい、今日はですねエンジェルリングとバブルリング2種類見せてくれましたね。はい、さあそれではそろそろこのイベント終了のお時間が近づいてきました。最後にターニャに皆様にお別れのご挨拶にやってきてもらいたいと思います。さあゆったりと泳いでこちらに到着しました。はい、ターニャでした。皆さんバイバーイバイバーイ。はい、胸びれを振って皆様へご挨拶です。バイバーイ。浮いてってるよ以上でベルーガのイベントは終了とさせていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバーイ。はい、タニありがとう。以上でイベントは終了とさせていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ベルーガは別に白色のものとされ、体の色が白いのが特徴です。しかし、日本の中には濃い灰色になります。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、ベルーガ。